さあしかし今度は井出穂が唐島と対します。その決意を公言した唐島、井出穂の当たりが左中間へ伸びていく。こちらはホームランテラス関係なし、井出穂のパワーでスタンドへ放り込んでいきました。この歓声を、そして余韻を楽しむかのようにゆっくりとゆっくりと、ホームランボールキャッチしました。井出穂が先制ツーランでホームイン、2対0です。これは先ほど斉藤さんに触れていただいたホームランテラスに全く関係なしに持っていきました。ご覧いただきます。まっすぐですか。そうですね、ストレートがもうほぼ真ん中ですよね。まあ明らかに失投ではあったんでしょうけども、井出穂が打ち損なうことなくでキャッチ。井出穂も打った瞬間という感じでしょうか。この表情です。